あ、こんばんは。はい、いいですか。はい、はい、藤原設備の藤原と申します。姫路市愛土の方で、上下水の工事をさせていただきます。なるほど。ランチパン系列に入る前と入った後で何か変化があったりとか考え方が変わったという点ありますかね。そうですね。まずはじめに北川先生にはいつも怒られています。叱られています。入る前と、入った後では根本的に入る前は目先の仕事をただこなすだけと、はい、後期に間に合わせてお客さんに喜んでもらえたらいいとか、その3点だけでしたが、はい、まあ、自分自身の将来、従業員さんの将来、会社の将来といったところを挙げて、で、先のことを見据えて仕事をするようになって、現在はそういうふうになっています。なるほど、はい、そのことを踏まえて何か目標みたいなのを立てたりしましたか。そうですね、やはり現場の仕事っていうのは、体力の変化もありますし、はい、極力価格競争には巻き込まれていないように、はい、こだわりを持って、若い世代にこの特殊な技術を伝えていけたらなというふうに思っています。なるほど。このランチパン系でこう誰かに紹介するとするならば、誰に何と紹介しますか。そうですね、おそらく姫路、神戸、大阪、全国でですね、はい、かなり生涯でされている方がいらっしゃると思うんですが、はい、私自身はその納税の時にですね、はい、ちょっと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 カットしようって言ってます。あ、了解です。もう一回今の何回紹介しますかって言ってますね。あんまりなんか出されへんような、いやちょっとその儲けた金をね、はい、本当に有効活用してほしいなと思うし、あ、でもそれはそう、まあ成功しておれば、お金と時間とこだわりの、そうですね、はい、もう成功価値を知っての方は、まあ、はい、そういう意識を持ってほしい、そういう方ほどね、はい、気持ちで言おうと思ったらなんかこう、はい、いやらしい。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。待ってください、はい、質問しますね。はい、それではライフスパン経営を誰かに紹介するとするならば、誰に何て紹介しますかね。そうですね、まあ、商売は、順調な方ほど一度北川先生の話を聞いてもらって、まあ利益を積極的ともに、はい、利益を有効活用していただければなというふうに思います。なるほど、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、大丈夫です。